麻生さん、恨まれてますよ。かなり国民から嫌われてますよ。もうそろそろいいんじゃないですかね、麻生さん。うなぎも食ったし、気も済んだでしょ。麻生さんの金をくれってわけじゃないんですよ。財政出動ですから、こっちに数字をね、国債の金額ちょろちょろっと13兆って書くだけです。そしてこっちにはね、国民の喜びも待ってますよ。一人10万でしょ。みんな喜びます。悲しむ人は一人もいません。じゃあね、今日の時点での麻生さんへの、まあ、人々のね、それこそ下々の気持ちをちょっとね、見ていただきたいと思います。皆さん一緒に怒っていきましょう。はい、じゃあ画面切り替えますね。はい、桜ルームさん。麻生クズ財務大臣から、財務大臣の権限を我々で取り上げたいですね。一回貧乏生活を味合わせたいですね。まさにその通りですね。コウさん。麻生川は現実な呼び方です。そう、ほに。アホが、ほほ、なるほど。はい、クリスタルソードさん。私たちの税金を無駄遣いしてる暇があるなら、給付金の追加支給を早く始めろ。ほんとその通りですよね。もうほんと、クリスタルソードさん、いつもその通りです。田中さん、どうしてあなたはそんなに特別給付金にこだわるんですか？確かに給付金を出してくれれば助かります。最終的に給付金をもらっても、後々税金でがっぽり取られるならば、給付金をもらうのも考え物だと思わないですか？はい。そう思う方は私のような動画は撮らないと思います。私はそう思わないからね、この動画をやってます。単純明快でしょ？だからね、いろんな考え方があるんですよ。ですんで、今ね、田中さんこういう風に書いてくださいました。その考えは尊重しますし、みんなが私と同じ考え方じゃなくていいんですよ。私はね、いろんな考え方のうちの一人でしか過ぎないんですよね。ですんで、どうしてあなたはそんなに特別給付金にこだわるんですかって書いてますけども、まあ、特別定額給付金だけにこだわってるわけではなくて、私ね、1日にね、40本ぐらいの動画上げてますんで、それぞれのテーマで。だからね、これだけではないんですよ。いろんなことにこだわってます。いろんなことにこだわる、まあ、節操のない私でございます。はい、佐竹理香子さん、いつもありがとうございます。国会議で、議論中、寝てる人がいるのは、今始まったことではありません。何年も前から必ず1人や2人はいるんです。これで、議員報酬もらってるんだから、正しい限りです。はい。だからね、昔からいるのに黙ってる私たちは何なんだろうってことですよね。やっぱりね、お前寝るなってね、黙らないっていうかね、怒る人がいないといけないと思いますよ。ぜひね、理香子さんも、何年も前からいるということをご存知なんでね、どんどん怒りの声を上げて、そういう人がね、政界に送り込まれないように牽制していきましょう。いや、ありがとうございます。パチンカスさん。金持ちの人が給付金もらう人は、乞食と言っていた。まあ、そういう判断もあるでしょうね。うん。でも、金持ちの人は、乞食なのかな？金持ちとイコール乞食。でも、乞食っていう商売もありますからね。日本初期ですね、本当にね。これは、どうなんですかね。乾さんですかね。菅総理が共助と言われてますので、麻生さんの財産から助けていただきましょう。うまいですね、本当にね。はい。小坂さん、麻生のバカのせいで、銀行が潰れる時代、銀行が併合しないとやっていけない時代、年内一律30万配らないと、自殺者で日本が溢れ出す。麻生さんのね、せいで命を絶つっていうのはすごく悔しいですけどもね。天尾さん、なんて読めばいいですかね。天尾さんですかね。次期の選挙、福岡8区は麻生の選挙区だけど、れいわ新選組が対立候補を立てましたね。はい、私も存じております。ぜひね、皆さん、れいわ新選組一本でお願いします。麻生さんもういいでしょ。引退させてあげましょう。引導を渡すために。福岡8区見ものですよ。旅人さん、たった5万、ガキの使いじゃないんだからケチケチせず、せめて10万15万欲しい。80歳にもなってボランティア精神はないのか。国民の税金猫ばばしてるくせに。はい、上級国民ですからね。あ、天さん、おはようございます。今日の動画は聞きやすいです。しかし麻生は保証金とか言い方があるのに、税金を全部金金金金融屋のような表現、聞き苦しいですよね。はい、すいませんありがとうございます。聞き苦しいですよね。確かに私もね、聞きやすいようにお届けしようかと思います。これからもよろしくお願いします。今井さん、麻生太郎様、生命の維持発展が妨げられない状態を幸福と言い、妨げられる状態を不幸というのです。あなたはいくらお金や財産があっても、あなたは不幸な人間なんですよ。そうかもしれないですね。キヨさん、はじめまして、こんにちは。麻生さんの実家は別府の駅前から全部麻生さんの土地だと聞きました。なんと、そんな人に国民の5万10万の気持ちが分かるはずもないですよね。早く70歳定年制にしてほしいです。何より今年の年末年始どう過ごすか考えてしまいます。官邸には何度もメール送ってます。キヨさん、他に何かいい方法ないですかね。官邸にメール送ったり、事務所に電話したりっていうのは私のアイデアではあるんですけども、もっといい考えがあったらね、皆さんからもお聞かせいただきたいと思いますんで、またお力ください。森野さん、いつもありがとうございます。
麻生は貧困層の存在知りながら、菅は貧困層が年を越せない人がいることを知りながら、それでなお年内給付金やる気がないのよね。実際存在していることは発言しています。第3次補正予算は来年1月になる。ほんまに貧困層を減らす良い機会になったのだとしか思ってらんないやろ。まあ竹中デビッド・アキンソンを入れてるからわかるよねと。デフレインフレですか。インフレにするなんて簡単でしょう。金を回せばインフレにできます。日本はずっとインフレ達成できるにもかかわらず、わざとデフレスパイラルつけてきたのだとしか思うしかないと。私もねそう思うんですよね。としちゃん、一刻も早く決断して1世帯や100万の生活給付金を。格差社会拡大させた自民党が責任を取れ、コロナ拡散させたのも政府だ。まあその通りでございます。すべては政策の失敗だと思います。トリオくん、ピーちゃん、一律給付金だから富裕層は蓄財して意味のないだけで、所得が低い人、失業者などに絞るべき。私もねそういうふうに思うんですよ。なんかそういうふうにしてほしいなと切に願っております。名取さん、私は医療従事者ですが、医療人、介護の皆さんは GoTo なんて使えないし、会食も行けないし、ストレスも溜まって、みんなそれでも頑張ってます。現金給付欲しいです。麻生さんが憎いです。山本さんが当選してて、きっとみんな幸せでしたね。本当に悔しいです。久保さん、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。確かにね、この第一線で医療とか命を支えてくださっている方に、あまりにもね、政府は冷たいですね。そして我々国民も、こういう人たちのおかげでね、普段の我々の生命があるってことを忘れてしまっちゃいけないと思います。本当にね、名取さん、リエさん、ありがとうございます。毎朝ね、毎晩、いろいろ思うことがあると思いますんで、また一緒に考えていきましょう。はい、瀬川さん。久保さん、こんにちは。菅麻生にガンガンメール送ってます。が、届いてるでしょうか。届いてますよ。いつもありがとうございます。給付金は麻生、菅のポケットマネーでしたかね。勘違いしてるですかね。まだまだメール送りますよ。旅行も GoTo イカも使えないですが、できる人はどんどん使って経済回してほしいです。貧乏人の分まで。まあ、やっぱりね、格差をつけるつもりはないんですけども、できる人からやっていくっていうのはやっぱ変わんなくて、横一線でみんなでよいどんってなれば一番いいんですけども、そういう世の中はまだまだ先だそうです。はい。ありがとうございます。小泉さん、久保さん、おはようございます。国民全員がお金に困ってるわけではないと思うけども、それでも一日も早く給付金配ってほしいです。今年残りもあとわずかだし、年末年始に入るのに未だに政府は国民に対して何も思ってないって許せないです。麻生、いつまで大臣やってるのよ。本当にそうですよね。麻生さんだけがね悪いと思いますよ。麻生、安倍、菅は国民の謝罪の一つとして、マスクの着用を危険地帯以外は有罪の刑でも作るべき。おお、過激ですね。あと筋肉マンに出てきた一つのクロスボンバーで、沈めてやりたくなりました。死亡フラグが立っているというね。はい、ネプチューンマン、ザ・武道の技だったでしょうか。余談ですけど、麻生、正直言ってお金は自分のお金だと思っているところがあります。その通りですよね。いろんな意見ありますね。お、また来た、マスカイさん。いっそのこと麻生、安倍、菅、与党、富裕層限定でサプリも含めた野菜の購入を厳罰付きの刑罰を与えるべきと。その他にもいろいろ書いてますけども、いつもねその通りでございます。はじめさん、久保さん、ご苦労様です。おはようございます。国民が期待をしているのに、コロナが正直蔓延が怖いです。私は田舎育ちですから、東京に出稼ぎに行きたいです。最後ですが、諦めずに頑張りましょう。はい、頑張りましょう。ありがとうございます。ややさん、政治家たちは満額ボーナスで、納得しない。生活が苦しいのに税金を納めているのに一律給与を出さない。自殺増加、犯罪増加している。麻生財務大臣は北朝鮮のスパイだろ。スパイじゃないですかね、これはね。じゃないと国民を貶める意味が分かんないですね。秘書さん、麻生さん、うな重食べてもいいけど、給付金ごちゃごちゃ言わないでほしい。国民を救う財務大臣になってほしい。久保さん、動画ありがとうございます。こちらこそ、いつもありがとうございます。あ、また書いてくれてますね。一律給付金はもう持続的にコロナ完全収束するまで給付するのが一番の得策なんだけどな。あと1回だけで終われるのは問題ではないような気がする。その1回すら出ないような気がしますね。でも山本太郎さんは毎月10万を収束するまでやるって言ってくれてますよね。唯一の希望です。マスさん、ぶっちゃけ麻生さん次第だろうね。そうですね、その通りです。遠藤さん、アホ太郎には選挙で勝つしかない。令和の大島さん、太郎ちゃんを応援しよう。あ、これね、福岡ハックの方っていうのは大島さんなんですね。はい、情報ありがとうございます。陽子さん、麻生さんは前回の給付金は貯金に回ったと言っていますが、税金の来る時期に合わせてきたので全部税金に消えました。そういう方多いでしょうね、きっとね。あと国民の貯金額をどうやって調べたんですかって。麻生さんね、国民のね預金口座覗いてますよ。財務大臣とポストを利用して、やらしいですね。ゆかさん、おはようございます。議員は今回、税金ボーナスはいらないというかカットして、国民全員に一日でも早く給付金を出さなければ本当に大変ですよ。麻生は罰当たり。これね、神様がいたら絶対許さないでしょうね、きっとね。お、ようこさん、国会で居眠りしてる人にもボーナスもらえるんでしょうね。もらえるんですよ。
議員の方はボーナス全部なくしてその分を国民に少しでもいいから配ってほしい。クレアさん同感です。私も同感です。徳さんおはようございます。毎日官邸にメールしてます。皆さんも官邸にメールしまくりましょう。それぐらいしか私たちできることは今のところないですからね。のりつぐさん、そんな状況でも政治家は冬ボーナス支給されるんでしょう。そう、300万ぐらいでしたっけね。もう国民すべてが、税金拒否するぐらいの行動を起こさなければダメでしょう。それもね、ありえますよ。あの納税の義務を果たさないってことでちょっとね、新刊寒から閉めるっていう方法もありますよね。レイシキさん、ゴルゴ13がいたらな。斉藤隆夫さんにお願いしましょう。お、大島さんなんか書いてますね。久保さんおはようございます。麻生太郎はやはり貧困層の国民を切り捨てようとしているのですね。そうでなければ年末までに特別定額金を支給しますよね。今貧困で困っている国民は次の解散総選挙で自民党や公明党に投票しないから死んでほしいと思ってるんだと思いますね。あのなんかね、公明党さんちょっとこういう時頑張ってほしいですよね。あの自民党に、物言える立場じゃないですか、ね、どうしたんでしょうか。あ、霊式さん、もうすぐ12月です。年末年始が来ます。早急に定額給付金配らないと自殺者増えます。阿保太郎をどうにかして引退させたい。これは福岡8区の選挙にかかってますね、うん、大島さんに投票を入れましょう。令和新選組を勝たせましょう。まちこさん、麻生氏は金のなる木何本持ってるのか、その中に毒の木がありますわー、まちこさんが植えてくれたのかもしれないです。はい、りょうさんおはようございます。これからも諦めずに定額給付金運動を続けてまいります。そうですね、それしかないですからね、私たちができるのは。はい、最後ゆかりさんです。おはようございます。今日も頑張ってメールしますということで、ゆかりさんもいつもありがとうございます。皆さんね、長いお付き合いになってきました。はい、特別定額給付金は正直言って展望はちょっと暗いですね。麻生財務大臣一人が頑張ってそれを止めてるとしか思いませんし、麻生財務大臣に物言えないね、他の、まあなんか議員さんとかね、閣僚もちょっとね、しょうもないなと思いますよ。でもそういう人たちを選んだのはやっぱりね、私たちなんで、これはね、数年前、十数年前の選挙の結果を自分に自問自答するしかないかなというところでございます。せめてね、未来を変えるために次の選挙ではきちんとね、投票に行ってね、で、あの私たちのことを考えてくれる人を、まあ、信じてみましょう。で今投票率って国政選挙の場合 50% ぐらいだと思いますんで、半分の人が行ってないんですよ。自民党の支持層ですら全体の有権者に比べて3割ぐらいだととどまっていますんで、言ってみれば少数派なんですよね。だから選挙に行ってない人とか選挙に関係がないとかね、関心がない人に対して麻生財務大臣が山本太郎さんのね、あの大島さんに変えた方がいいよということでいいんじゃないですかね。令和新選組さんが一方的にいいよってことじゃないんですけども、でも政策のことを考えたら令和新選組さんだけがまともなことを言ってますよ。他はちょっとダメですね。公明党さんもね、自民党に切り込んでくれないし、一体何に気を使ってるんでしょうか。それでは、いってらっしゃい。